皆さんこんにちは。タカボーのキックオフ第40回目始めてまいります。時刻は午後4時となりました。先週のちょうど今日は沖縄にいまして、でリニューアルされた FM ギノワンのスタジオから放送したんですが、あれからもう1週間というので、早くこんなにも早く感じるなんてと、ちょっとなんかロス状態になってしまいました。で前回はまあスタジオの方で、ゲストですね、丹橋潤さんをお迎えいたしまして、まあ、お話をしてまいりました。でですね、まず画面を見ていただきたいんですが、まあ、この放送はですね、79.7MHz という周波数と、あとリッスンラジオとマイチューナーラジオで、スマートフォンなどからお聞きいただけますし、画像は YouTube、 そして、ツイキャスでもご覧いただけます。それでですね、本日の目次なんですけれども、まあ、前回ですね、ゴールキックの時のポジショニングというものを、まあ、簡単におさらいをしました。そして本編としては競技者の用具に関してお話ししてきましたの でその次2番目にキックオフをお話しします。で3番目にですね、ちょっと雑談として沖縄滞在中のことで、ちょっと写真もですね、ちょっとコピーして貼り付けてあるので、それを見ながら簡単にお話ししていきたいと考えております。で最後、時間があれば次回の予定も簡単にご説明をいたします。それでですね、ちょっと現在のスライド現在のスライド、これだ。で今日やる内容なんですが、今申し上げた通りで次のページなんですけれども、前回の振り返りでですね、まあ、メインとなったのがですね、競技者の用具に関してです。でどうしてこの競技者の用具がですね、第3条で規定されているかというと、まあ、一番大事なことなんですが、これがですね、競技者の安全を図るというところにあります。で、まあ、お話もしたんですけども、プロ野球の選手と違ってですね、プロ野球の選手は、まあネックレスとかですね、まあ、ブレスレットとかをいろいろこうジャラジャラさせて、試合に臨んでるんですけれども、まあ、サッカーというのはご存知のように、接触のあるスポーツであります。他の競技でもいくつかありますけれども、接触のあるスポーツということもありまして、要はその硬いものですね、金属とかそういったものがですね、体にもう巻いてあると非常に危険であるということもあって、まあ試合では安全面を重視して、さまざまなソーシングというものを着用を制限しているというのが、まあ、現代のサッカーであります。でですね、この競技者の安全というものはもうまず第一に考えなければならないと。そして、その試合の始まる前、スターティングメンバーですね、先発メンバー11名は必ず審判員の点検を受けなければならないというふうになっています。ですので、まあ、よく J リーグ等の試合でもあるんですけれども、まあ、スタジアムのちょうどその入場をする入り口の、まあ、控えのロビーっていうんでしょうかね、そこで副審が、各先発メンバーの用具を点検していきます。そこからこう、問題なければ、あとはまあセレモニーに従って入場して、並んで挨拶をして、で握手してコイントスというような形になっていきますので、その辺大事なのはやはり安全性ですね。これが担保されなければ非常に試合もこう危険になってしまうというところもありますので、まずこれを用具を点検するということは、まあ審判員の、まあ、いくつかの大事な仕事の一つであります。で今日はですね、このキックオフ第8条についてお話ししていこうと思っております。でキックオフって何かと言いますと、その試合のですね、まず始まるため この開始の方法です。前半の一番最初、そして後半最初、それぞれの開始するための、まあ、方法がキックオフです。でもう一つがですね、一方のチームが、まあ、ゴールをして、得点が認められたと、その後の再開方法の一つにもなっています。まあ、あと、まあ、延長戦ですね、延長戦も当然前半後半があります。
まあ、昔はねゴールデンゴール方式といったものもありましたけれども、まあ、現在ではちゃんとフルコースを行うということで、ね、カップ戦天皇杯とかでも、まあ、同点で終わってしまった場合は15分15分、まあ、30分間ですねの、延長戦をやります。でその中でも前半後半それぞれスタートはキックオフという方法を用います。でですね、このキックオフ前回、まあ、スタジオの中でお話ししたかと思うんですけど、と思ってちょっとびっくりしたということがありました。で自分自身ちょっとこう気づかなかったんですけれども、23年24年の競技規則という冊子があるんですけれども、まあ、こういった冊子なんですけれどもね、これが毎年、まあ、発行されるんですけれども、あの今年からはですね、あのオンラインと言いましょうかですね、パソコンホームページ上で見てくださいっていう風になりまして、各審判員とか、まあ、審判インストラクターにまあ配布されなくなったんですね。ところがまあ市販はされてますので、自分の場合はやっぱりこの冊子の方がまあ好きなので、買ってます。でこの冊子を見たところですね、おっとびっくりしたのがありまして、これがその競技規則のこのいわゆるパソコン上のファイルからちょっと抜粋したものなんですけれども、これがですね横に今広げてある図なんですけれども、ですねここに今画像をご覧いただける方はですね、長方形の、真ん中あの縦の線、これがあのハーフウェイラインということで、それぞれの陣地の境界線なんですけれども、ちょうどそのやや上の、まあ、右側部分にこの主審のマークがあるんですけれども、ここに配置されてるってことはですね、通常今までなかったんです。で今までは今までのまあ定位置ポジションというのはですね、この左上だいたいここら辺りなんですね。ちょっとラジオで聞いてる方は申し訳ないんですけども、なんて言うでしょうね、サークセンターサークルの、そうで時計でいうところの8時方向というんでしょうか、その辺りに、まあ、立ってました。でこの新しくなった競技規則ではですね、ちょうどそうです、時計でいうところの、11時方向ですか、10時か11時方向ですね、その辺りに位置しているんですけれども、攻撃がですね、例えば左から右が、まあ、キックオフを始めますよっていうふうに今仮定しますと、主審のこの新しい競技規則の冊子に書かれてある図によるとですね、まあ、確かに攻撃する方向が右側ですので、右側のエンド内にいた方が、まあ、攻撃へのその展開に何て言うでしょう、追いつきやすい、より近い距離でこのバイタルエリアとかですね、ペナルティエリア内、ここに、まあ近づけるっていう、まあ、メリットはあるかとは思うんですね。それはもうあのまあ分からなくはないということなんですけれども、私たちのまあレベルですね、これは多分おそらくプロを意識した上のレベルのまあ意識した配置になっているのかと思うんですが、我々のレベルでもね、こういうポジションを取る主審の方が何人かいます。ただ私たちのレベルでは何が大事かっていうと、まずキックオフなんですけども、蹴る前にそれぞれの選手はですね、相手のエンドに侵入しないこと、それを監視しないといけないんですね。攻撃側の選手が相手、守備側のチームのエンドに入ったり、守備側のチームが攻撃側のエンドに入ったり、それをまあさせないために監視しないといけないんですけれども、従来の定位置の方が全体をまあある程度見渡しやすいのかなと、主審にとってもですね。で先に行ってしまうと体の向きをちょっとこう変えなきゃいけないので、ややあのなんていうきついというか厳しいのかなというふうに思っています。ですので前にも、まあ、放送でお話ししたんですけれども、まあ、私たちのレベルだと従来のポジションからのスタートキックオフが無難ではないかなっ
ていうふうに、まあ、考えています。で、最近の指導の方法としてはどうかわからないんですが、否定はされてないようです。前にこう今のこの競技規則の図に従った相手エンド内にポジションを取る方法なんですけれども、その特にダメとかはなく、十分相手エンドに行けるはずなので、そんなにこうポジションというか定位置を変更する必要はないかなとは考えています。で、そのキックオフの、まあ、主審の位置もそうなんですけれども、副審はじゃあどこに立つのかというと、守備側の後ろから2人目の真横です。まあ、一般的にはゴールキーパーが一番後ろ最後尾にいます。なので、まあ、一般論ですけどもね、キーパーが前に来てしまうと別な、まあ、守備側の競技者が ちょうど真横ですね、ちょっと背の引き方が難しいので申し訳ないんですけども、ちょっとこう真っ直ぐな書いたということで考えていただければと思うんですが、このタッチラインのちょうど外側に位置します、その真横ですね、という形で、キックオフ時はこのポジションを取るんですけれども、そこで私もそのこの図を見た瞬間にちょっと驚いてしまったんですね。さっきも申しましたように、こういう定位置を公式な競技規則ルールブックの中で採用するのかっていうのがあって、で研修会とかでもですね、あと協会のまあ通達なりなんなりでもこういう位置に関してのお話はまだありませんので、皆さんのレベルの中でまあ試合を担当するといった場合は、おそらく従来のポジションの方がまだ合理的かなと考えています。ですので、まあ、あまりこの最先端に行き過ぎるっていうのも、まあ、ちょっとどうかなというふうな、まあ、個人的にはですけども理解をしていますので、まあ、参考にしていただければと。で、必ずしもここにその相手エンドラインに立つってことも悪くはないんですが、まあ、ただその、ね、コミュニケーションシステムという道具ですね、イヤホンしてこうお互いの審判がコミュニケーションを取れるような機会を使えない現状ではやめた方が、私はちょっと強めに言いますとやめた方がいいかなと考えていますので、参考にしてくださいということで、それですね、次なんですけれども、まあ雑談に入ろうかと思っております。で、今日ですね、東京では昨日から桜が開花したということで、まあ、靖国神社の方にある標準木で、5輪から6輪咲くと東京の開花というふうになるんですけども、その日からちょうど何て言うでしょう、花粉症の症状が随分と軽くなりました。まあ、その発表を聞いてからなのかどうかわからないんですけれども、随分軽くなって非常になんか快適な感じになっています。で、今日の東京の気温がですね、今24度まで上がっています。ものすごい、なんか沖縄に匹敵するぐらいの今気温になっていて、本当にもう春からもう夏にかけてかなっていうような感じになっています。で、最後こう雑談ですけれども、3月のですね、7日のギノワンスタイという5時10分から、まあ、大体9分ちょっとの放送なんですけれども、そこで取り上げられたお店がですねありまして、先週の沖縄滞在中に行ってきました。で、この夜アイスとクロッフルのお店、モロテというお店があるんですけれども、なぜここに行ったかというと、私は紅芋が大好きで、ちょうどその番組の時にその画像が取り上げられて、その紅芋が映ってたので、これは行かなきゃってことで、こう今回沖縄にちょっと行った時に、まあ探して行ってきました。ちょうど58号線で、宜野湾市の大山ですね、そこのニトリがあるんですけど、ニトリの向かい側にあるお店なんですが、
ちょうどその画像を見たときに美味しそうで、どうしても行きたくなって行ってみました。で、店内はこんな感じ、もうなんかトロピカルな南国風の感じがあっていいなと思ったんですね。で、そこでなんかブランコまであるということで、ちょっと別なお客さんが来てこうブランコ座ってたんですけども、一応安全なというかしっかりと座れる感じになってましたので、家族連れとかですね、カップルにはいいかなと。で、私がやっぱりこう食べたかったこの紅芋モンブランというのがあるんですよ。めちゃくちゃ良かったということでですね、一応中にはアイスも入って、ソフトクリームですかね、それもあって美味しかったです。で、あとその下にはですね、何でしょう、コーンフレークのようなあのシリアルですね、それもあったかなということで、本当はもう一つで、ね、あのクロッフルを食べたかったんですけども、まあ、夕食前だったので一応ここまでにしときました。で、この日ちょうどですね、局長の山内さん方がですね、リュードルさんのライブに行って、その帰り二次会というのか二部三部ですかね、終わった後の懇親会にちょっと参加したんですけれども、なんて言うでしょう、私がこう横長のその座席について、で自己紹介をしてと言われて、で自分のラジオネームを言った瞬間に、あの場の参加者が全員こうウォッとなんかですね、もう ほぼ全員ですかね、その時自分までもうびっくりしてしまって、おお、なんでこんなに騒ぐんだろうとか思ったんですけども、やっぱラジオの効果っていうのはすごいなということで、非常にこう楽しかったなという思いもあります。ですので、まあコミュニティのこの強さというのは非常にそういうところでも表れているのかなと、ラジオ仲間として非常に嬉しいなというふうに思っております。あ、ツイキャスからは山内さんが初めて言われましたね、可愛いなって。いや、びっくりしました。可愛いんですかね。一応まあこういうデザート系もね、あの紅芋がつくと非常にこう敏感に反応するのでとても大好きです。ですので、まあ那覇空港の帰りは搭乗口のあの店の近くの売店で必ず紅芋ソフトクリームを食べてから飛行機に乗りますので、非常にこうルーティンとしてベニーモはもう欠かせないアイテムになっています。で、一応これでですね、画像に関しては終わりで、ちょっと次回のですね、予定もまず先に発表できるかなと。次回はですね、一応あの審判員の目線というテーマでお話ししようかと思っております。そう、まあ自分自身でもですね、基本的にまあどこに目線を持っていくかとか、まあ人それぞれでもありますし、またあの研修会でもですね、こういうところにそのフォーカスした方がいいよっていうのも言われてますので、まあ、次回その辺を中心にお話ししていこうかというふうに考えております。一応画像はですね、ここでまあ終わりなので、カメラをまた戻しまして、今日ですね、ちょっとこの壁紙、背景の紙なんですけれども、これはですね、FC バルセロナというチームがスペインにあるんですけれども、そこのカンプノーというスタジアムの画像です。で、カンプノーもですね、実はあの建て替え工事があって、なんか別な場所に新しく作るらしいんですが、そこにも日本の企業というか人が関わってるようです。で、まあライバルチームとしてね、レアル・マドリードという、まあ、山内局長さんの推し推しのクラブチームがあるんですけれども、そこのスタジアムもめちゃくちゃもう綺麗というか、収容人員ももう10万人近い会場で、まあ、あのチャンピオンズリーグとかですね、決勝戦でもよく使われますし、国王杯、コパレルデイでも使われますし、非常にこう世界的にも1、2を数えるようなこの大きなスタジアムかなと。この2大クラブのですねスタジアムで、イタリアっていうのはですね、案外その陸上競技場タイプが多いんですね。あの AS ローマの
スタジアムなんかもすごいあの陸上競技場っぽい感じで、ちょっとまああのなんていうフィールドからちょっと距離があるので、あまりこう自分としては好きではないんですが、このバルセロナとかですね、レアルのホームスタジアムは非常にこう近いというのがあって、とてもサッカー関係者としてはいいなというふうに思っています。あ、そうです、私もねクラシコ見たいんですけども、あのワウワウのその観戦ツアーだとですね40万から50万かかるそうなんですね。なんか三つ星ホテルだったかどこかでの宿泊らしいんですけども、ちょっとそこまでは手が出せないなと思って、まあでもいつの日かツアーでなんか実現したいなと、ちょっと個人ではですね難しいかなって。で、木曜日の6時からのキヨさんの番組でいろいろ海外のことをお話ししてるんですけれども、そこまでの行動力はね正直言って自分にはちょっとないなと、なのでツアーでなんとかパスポートに握りしめてあのついていって観戦するぐらいのことしかできる、あの行動力がすごいなと思っていますね。で、このキックオフなんですけれども、さっきもあの、まあ、前半にお話ししたんですけれども、キックオフの方法に関してもちょっとこう罰則というか反則というのが、まあ、ありまして、以前はですねあの前方にしかボールを蹴ってはいけないという規定だったんです。まあ、前方ですので、要はそのセンターマークにボールをセットして横のハーフウェイラインの線よりも、まあ、前方に蹴れればいいんですね。斜めでもいいですし、まあ、ギリギリ真横でもまあ OK だと思うんですけども、で後方側に蹴るとちょっと反則だったんです。そう、その当時はですね。で、それが、まあ、いつしかその味方側に蹴ってもいいよと。で、味方側に蹴るっていうのは非常にちょっと窮屈なので、キッカーだけは相手のエンド内に立ち入ってもいいということになっています。ですので、キッカーの他のそのキックする側の味方の競技者が入ってしまうとそれはダメなんですけれども、唯一そのキックオフで最初にボールを蹴る人は相手のエンド内に入ってキックを始めることができるようになりました。そこがまあ大きな違いということになっています。で、またですね、めったにはないんですけれども、キックする選手が一度ボールに触れて続けてそのボールにまた触れてしまうと、そこもファウルになってしまいます。で、どんな再開方法になるかというと、まあ、触れた地点から相手チームの間接フリーキックという形になります。ですので、キックオフのその手続きっていうか反則に関してもですね、えっていう、その普段はそんなにないんですけれども、その事象が起こってしまう時のためにも普段からそのイメージトレーニングですねしておいて、とっさの場合に、しっかり判定ができるようにしていただけるといいかなと思っております。で、本日はですねキックオフに関してお話ししてきました。で、この後ですね4時半からジノンラボ、5時からはスターワールドチャンネルでお楽しみください。テーマがですね春というテーマで、なんかメールを募集しているようですので、よろしくお願いいたします。ではまた次回まで、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございます。